ちょっと何してるの東田さん。そこあの男のベッドよ。知ってますけど、あなた警戒とかしないの？警戒？頭がついていかない。考えたら負けだ。僕もこいつのことは同性の友達だと思うことにした。ふう、肩が凝りました。水戸くん、揉んでください。なんでだよ。おっぱいが大きいと肩が凝りやすいんですよ。知らないんですか？優しくしてくださいね。うん、いいです。握力間違ってますよ水戸くん。距離感どうなっとる。私を騙してるでしょ。本当は付き合ってるでしょ。まあ距離感は人それぞれですよね。100人いれば100通りの友達の形があるからな。水戸くん、靴下履かせてください。はいはい。ちょっと、よし、両方履けたぞ。ありがとうございます。お手洗いってどこですか？私が案内するわ。うん？履かせて。あなたを召使いにするのも面白そうだなと思っただけよ。履かせて。